吉谷さん、Google のマップですか。すごいですね。実はですね、私ね、結婚する前なんですけども、よくね、夫婦生活とか夫婦関係のことについてご相談いただくことが多かったんですよ。独身の私がですよ。家庭も持ったことがないのに。不思議ですよね。実績がない人にもそうと知って問い合わせがあるんですよね。まあ、順番に解決してったってことなんですけども、最近というかね、ここね2年ぐらいも、実はずっと、複数の方からね、そういった恋愛相談、特に夫婦関係のこととか家庭内のこととかね、ご相談いただいて、家庭運営に関しましてはね、私もまだ全然始めたばかりなんですけども、不思議ですよね。私だったら何か解決できると思ってくださってるんでしょうかね。おかげさまでご相談いただいた内容に対してはごく客観的に、そして主観的にですね、順番にアドバイスをこうやって動画で差し上げて、解決できている方は結構多いなというふうに私は思ってるんですけども、私自身が解決したことがないような問題とか、私自身がね遭遇したことがないような問題を私なりにアドバイスすると、解決に向かうっていうのは不思議なことですよね。ご夫婦で私の家にね仲良くなったんですっていうふうにご挨拶に来られた方もいますし、中にはね36歳の女性が39歳のね男性と、うまいこと結婚できたというふうな報告いただいたりとか、あとこれはありがちなんですけども、50代の方がね、20歳半ばぐらいの女性とお付き合いが始まって、結婚まで最近至ったらしいんですけどね、そういうことがあるということで、私が解決したことないような問題ばかりなんですよね。でも不思議と私の方にご相談いただいて、私も精一杯ね自分の考えの中で、お話しするとうまくいきましたって報告いただくということでね、今回ねすごく不思議なのは、2つあるんですけども、1つはね、実績がない方と分かっていて相談頼ってくるその人の心理と、あと私も解決したことがないのに、こうではないかなというふうに仮説を立ててお話しすると、それがねことごとくその通り解決に向かうということで、本来ならね、どっちも実績がないんですよ。私に対しても私に、相談持ち帰ってくる方も、久保さんはこういうのことわからないだろうからっていうんで相談来ないはずなんですけども、久保さんはそういう経験ないだろうけども、久保さんの立場から見るとどうですかっていうふうに来るわけですよね。で、私も自分でそれはね、私のね解決したこともないし、今まで直面したことも考えたことないの問題なんで分かりませんけども、こうじゃないですかっていうふうに、私も別に自信があって答えてるわけでもない、でも結果は解決してるというね、いや不思議だなと思いますよね。逆に何回も何回も経験して解決できた人に相談しないっていうのはどうなのかなとかね、どうしてなんだろうなと思ったったりするんですよね。で、考えてみたら、よく引き合いにね吉谷さんが出してくださるように、その自己アフィリエイトっていうのはお金稼げるんですけども、私はねまだ自己アフィリエイトでお金を1円も手にしたことがない段階から、自己アフィリエイトを人に教える教室をしてお金をいただいていたというね、だからこれどういうふうになっちゃってんだろうなと思いますよね。通常はね、もうなんていうんですかね、何十人もの人の問題を解決してきた、だから私に来てくださいって、こうやってね腕組んで立ってる男性の方がいますよね。不思議だなと思いますよね。で、これをねビジネスとかインターネットの業界にちょっとね置き換えてみると、とんでもないことが分かるんですよ。それはですね、投資案件みたいなのがいつの世もあるんですけども、それで稼ぎましたとか言ってね胸張ってる人がいるんですよ。こうやって腕組んで立ってる人がいる画像っていうのは大体インチキですよね。それで斜めで写ってるとかね、稼ぎましたとかね、あなたは何もしなくていいんですとかね、160倍確定とか、元ゴールドマンサックスとかね、何なんですかね。だから結局その雰囲気で人は判断してるっていうことがもうバレてるんですよね、きっとね。本来だったらね、周りの人にですら、親兄弟にすらものすごく警戒してことに当たってるはずなのに、全く知らない人が全く
考えられないような成果を出しているのを見て、あ、そうなんだと思っちゃうというね、詐欺がなくならないわけですよ。考えてみたら、マトリックスアフィリエイトもこうやって映ってましたね。2チャンネルでアクセスを集めますとか言ってね。あれを教えた人誰なんですかね。あの当時20歳 の、 あのメタ流星、まあ本名かどうか分かりませんけども、彼がこんな格好をして自分の考えでやってるわけないんで、こういうふうにやって映ってください、こういうふうにやってみたいな感じでポーズ取らされて、真面目な顔でね、こうやってやってたと思うんですよ。うん、すごいなぁ。あとなんかこう、吉田さん、そうだ、ガリレオって覚えてないです。21世紀のガリレオ、21世紀のガリレオ、吉田さんもこうやってましたね。いや、あのプロモーションビデオはかなり金がかかったって言ってましたけど、きちんと回収したんでしょうね。で、儲かる方法は世の中にいっぱいあるのに、なんで儲けてる人がいないのかなと。そして儲かる方法を買いもしてないのに、儲ける人って自力でやるんですよね。で、ここにね、ちょっといろいろグダグダ話しましたけども、私はね、なんか一つの法則を見つけたんですよ。まあ、随分前から気づいてたんですけども、稼げない人っていうのは、とにかく短期間で稼げる最短距離を探して、結局大きな資金を失って、人生を遠回りしてるんですよね。で、遠回りして挙句どこにもたどり着いてないと、うん、で、実績を出してる人って稼ぐことには基礎があって、上積みして建物を建てて最後に天守閣みたいな、時間がかかるもんだっていうふうな覚悟してるんですよね。うん、で、時間がかかるって覚悟してるんで、まあ3年スパンで行こうかとかね、うん、最初はいろんなことを覚えないといけないし、いろんなものを見分けないといけないなっていうふうに覚悟していて、で、時間がかかるんだけども思ったより早くできたなみたいな感じですね。こんな方法で大丈夫かなっていうふうに周りの人に言われて、それでもその道しか行くことができなくてね。で、まんまとその成果をつかんでると、そういうことなのかなと思いますよね。で、うまくいかない人は、みんながこれだったらいいんじゃないのっていうことをみんなが言う通りにやって、みんなと一緒になんかね、案件に飛ばれたりするというね、ドーンと。なんか最近聞いた話によると、プランスゴールドっていうやつが派手に飛んだということでね、多くの方がまた大金を失ってるんですけども、なんかいつまで金持ってるんですかねなんかそんなね、わけのわかんない飛ぶ案件に100万200万をなくすんだったら、速稼塾に入ってくれればいいんですよ。たった30万で30万ごとき稼がせるんで。なんかね、すごく不思議ですよね。速稼塾の稼ぎ方っていうのはドリームアカデミーと似ていて、なんかそう、無料コンテンツをたくさん出して、それが集客になっていって、しかもその無料コンテンツの延長線上に似たような商品があるから納得感もあるし、まあ、いわゆる無料コンテンツがすでにお試しとかになってるんですよね。で、一人一人細かくこうケアしますしね。だからコンテンツがたくさん売れてるとこれはできないんですよ、細かく一人ずつやるっていうのは。でも、そこそこコンテンツが、なんかその作業の負担がかからないぐらいに売れていて、かといって収入に困らないぐらい売上的には支えてくれるんで、ちょうどいい感じのところでね、力量の応じるところで売上維持されてますよね。多分今から売上が10倍になったら今度こなせないと思うんですよ。かといって売上が10分の1になったら生きていけないと思うんですよ。そのうまいところで釣り合ってる感じがいいかなと思うんですよ。まあ、速稼塾もね、ドリームアカデミーも。だからそういうところを2つですよね。1つは無料コンテンツの量産によって認知を高めるってことね。で、もう1つは、なんですかね、そのお互いやれる力量のところでこうバランスが取れているってことですね。まあ、入塾される方も塾の運営者も同じところでバランスが取れていると。で、返信があんまり遅れないですよね。もうその日のうちとかね、できてしまうと、2、3日待たせるってことは全くありえないというね、このきめ細さがいいのかなと思います。という感じで Google マップからだいぶ変わりましたけども、やっぱりね、入れるところに落ち着くんだなというのが私の見解ですね。いやー、でもね、なんでこうすぐ儲かりますっていうものに大量の資金と人が集まるんでしょうね。まあ当たり前ですよね。でも私と吉谷さんはそんなすぐ儲かりませんよ、いや、こんな物量じゃダメですよみたいなね
でも細かいテクニックはないんで、まあ量をやりましょうと、それだけでいいですよみたいな。テクニックは自分が身につけられるかどうかっていうね、そういうふうなハードルもありますからね。まあ君臨できるかなっていうところですね、これからも。派手なことやった人はね、よく知った人でもいなくなりますね、ほんとね。生活環境変わったりとか、なんでそうなっちゃうのみたいな。ちょっとね、もう多少身内意識もあるんで、気の毒なような気もしますけどね。いやー、2020年あとわずかですけども、あと何人が案件に飛ばれるんでしょうか。本当に今ね、購入してる案件があったら、あ、それ飛ぶよ、これ飛ぶよって言ってもいいぐらいですね。まあそういうふうに今日も思いながら眠ります。おやすみなさい。